本日もね、稲沢機関区の方に来ておりますね。時間は夕方の3時半ぐらいとなりますね。この機関庫の中ですね、これを狙いたいと思ってたんですが、ちょうどいいタイミングで EF60 が来てますね。これをなんとかうまく捉えたいですね。盛んにですね、汽笛を鳴らしておるのがこの EF64 と思われます。ライトをつけたりね、消したりしますので、何らかの点検作業だと思いますね。ここはですね、稲沢駅の東口ロータリーですね。そこの植え込みの柵あたりから見ているということですね。だいぶ望遠になってると思うんですけど、三脚で固定ができませんのでね、ちょっとこの画面が不安定かなという感じはしますが、今さっきからね、盛んにこのホイッスルを鳴らしているんですね。動いてますか？動いてないですね。出てくる気配はなさそうということですね。まあしかしね、非常にこのこう取りづらい厳しいポジションではあるんですけど、まあこのパンタ下ろしましたね。後ろにもいますね。これ10連ですね。これはこういう車庫の中に入っておるという、そういう状況を取れたことはラッキーだったと言えますね。先日もね、紹介しましたけど DD51 がいますね。個人的にはあまり関心のない機関車です。やはりですね、今後この EF64 ですよね、これらが一体どうなってしまうのかというね、そういうことを気にしておられるファンの方も多いのではないかと思いますけど、右側がね、駅へ渡っていく橋ですね。国鉄色の EF64 がたくさんいると。そして先ほどの機関庫からは出て行ってしまいました。上の方にね、道路が走っておりまして、車は見えますけど、今日はあのアングルからもね、撮ってみたいなと思ってますね。先日もね、見ました。国鉄色30連となりますが、この右側あたりが廃車解体線なんだそうですね。前方がね、ちょっとこの
河川中にかかってますけども、まあ EU64 ね、見納めになるかもしれないということで、ここ数日で急激に寒くなりましたですね。この橋の上にいるんですが、まあ日も暮れてきましてね、非常に寒いという、こちらの方にやはりこう大量の EF64 と、そしてこちらの方に今 DF ですねがいるんですが、ちょっとこう見づらい格好になってます。橋の真下にいるんですね。この時期ね、日没ですのでね、まあ、駅構内照明が灯り出したということですね。先ほどの車庫にはもう車両は入っておりませんでして、まあ、さっきのね EF64 は出てきたということなんですね。いろんなカラーのね、まあ、機関車おりますですけども、この EF64 というのはね、昭和の30年代に設計された機関車で、まあ、全くその真四角な箱型をしてますね。当時の国鉄の機関車はこういう設計のものが多かったですね。まあ、貫通扉がついているのは、まあ、充電をね前提に、まあ作られていたわけですね。まあ先ほどのね橋の下に、まあ大量の機関車がありますけども、こうやって言いますとね、 EF210 ですか、それとこのサメと言われるあの EF66 はデザイン的に似てますね。そして EF64 と、これはカラーが違うもので、こちらに、まあ、留置線というんですかね、そこの機関車がいると。今あの中央にいるですね機関車が出て行って以来ね、何もまあこの検車庫には入らないと。で先日です、木曜日ですかね、来た時はね、もっとその何て言いますか、構内入れ替えの機関車がいっぱいいたんですね。ですからこの構内をまあ短期で行ったり来たりしてるやつが、まあ、結構見れたんですけど、今日は日曜日ということもあってかね、まあ、ほとんど動かないなという。もうじき日没になっちゃうんでね、なんかいいもの来ないのかなって思ってるんですけど、ちょっと今日はなんか本当動きがないですね。まずまあ休日ですね、日曜日であるということと、
時間は4時半ぐらいだと思うんですけど、ちょっとこの時間は動きがないかなという感じがしますね。前方貨物列車出発っていう感じですね。これは西のカンガルー便ですかね。黄色いラインが入った列車になりますけども、貨物のその下り線ですかね、向こうですね、手前の方上り線が時たま通りますね。